福島原発事故を受けて、えー、原子力規制委員会というのが設立されました。まあ長らく私たちまあ原子力に批判的な人間はあの規制と推進の分離ということを主張してきました。でここでちょっとお話し,したいのはですねあの安全性の評価ということについて最近私はあの機械の安全の専門家とあの何回か議論をしてます。でその そこからちょっと引用させてもらっているんですが、安全とは何かということをですね、まあ、機械安全の方でいきますと受け入れできないリスクがないこととこういうふうに定義しているそうです。まそれあの最初に、えー、規制の独立ということについて少し議論をします。えっ、ー、とそのえっ、ー、と口切りと言い,言いますかまず最初にということで、まあ、規制の独立結構重要視されていて国会事故局の方でも。 福島原発事故、国会事故調査委員会、その中でもまあ規制当局をその監視する必要があるというようなことをまず、鶴ヶ市議の近大寺さんなんですけれど今回で4期目の市議をされておりまして、前回の選挙で脱原発を敦賀で掲げて当選するという偉業を達成されました、そのご経験をお聞きしたいと思います。よろししくお願いいたします、えーまあ、選挙で ちょうど3.11の直後に行われました統一地方選、それで、えー、鶴ヶ市議の4期目を目指したんです。実は、鶴ヶ市は、えー、日本原電、えー、日本原殿1、2号機、それから門寿、そして、えー、今はあの廃止に決定しました府原があります。 女性運動家でフェミニズムのパイオニアであったエリース・オッテンセン・ジェンセン・オッターさんという人が、えー、言ったことなんですが、えー、全ての新政治が恵まれて、えー、歓迎されそして、えー、女性と男性が平等で、えー、セクシュアリティというのが、えー、親密な喜びとそれから優しさをあの表現であるとそういった、えー そういった、まあ、あの言葉ががあるんですま私は身近な政治をもっとこう敷居を低くしていくことが大事だなと思ってそれはあの今の現状では全然まだまだ身近な政治の場なのに高いのでこれをどうにかして低くしたい低くしたら女性が若い人がもっともっと参加できるんじゃないかなと思っています。